向かって左、両方様向かって右、ルピーレ様前へお願いします。それでは一言ずつ聞いてまいりましょう。平尾様、一言お願いいたします。そうですね、リザーバーとして会場に向かっている電車の中で今日出てくださいという連絡をいただいたので、頑張りたいと思います。ギルティメッシュさんにさっきおいくつなんですかって聞いたらだいぶかかったので、まあ何回でもチャンスあると思うんで30歳なんですけど、スーツ1着も持ってなくて、今日はセルゲウっていう19歳の男にスーツ全部借りてます。その後ケンタッキーでめちゃくちゃ恋話して帰ってきました。遅くてタラタラ走る新幹線タルミに乗って、タラタラ走る新幹線タルミに乗ってどうでしたか。この台で3分経ったので、急遽第8試合を先に行わせていただきましたが、新幹線の意味ないです、はい、エオン様手塚治虫の花みたいな形あんなにシュッとできるもん。はい、ギルティメッシュ様、安いお茶にキスしてエッチな漫画読む。くつろいでます。自宅ぐらい。それだけ楽しんでそうですけど。残り1分30秒ぐらいでございます。はい、ヘオキ様、新幹線すごい硬いアイスを手に持ったまま3時間ぐらい寝てしまったんですけど、硬かった。しかも遅アイス側にも問題が。残り1分少々でございます。ギルティメッシー様、横浜駅で乗ってきた細いヤンキーを2時間見てる。これ40秒です。さあ、ここで時間が来ました。時間が来ましたのでペンを置いてください。ユーティーメッシ様、博多駅で乗ってきた白いギャル男と仲良くなる。こんなことができました。終了でございます。では投票を見ていただきましょう。それでは向かって左、手を振った方がよかった方は
青木さんでございます。